こんにちは。ソッカじくのここです。ちょっとおまけコーナーやりましょうか。あの、スキャルピングって皆さんご存知です今ご覧いただいているの1分足ですけども、私のスキャルピングを教えましょうか。<laughs> ちょくちょくやってるんですよ。例えば今1万円以上ちょっとね、抜いてるんですけども、前回の大きな陰線の安値がここでしょだから赤い線を引いて、ここの水準に来たら倍でエントリーするように決めていて、倍でエントリーしてるんですよ。で、セルでエントリーするときっていうのは、今度逆方向に高値があるときね。 え、ここなんですよ。だから、ここに来た時に決済してるんですよ。そうなるとどうですか ?136-419 でエントリーして、136-515をちょっと上回ったところで決済できるじゃないですか。これで1万円以上のロット1で利益を取れるわけですよね。これ非常に簡単なスキャルピングの例ですけども、私スキャルピングはね、絶対やんない方がいいと思いますよ。あの、スキャルピングとかやっても稼ぎないですから。あの、私でもスキャルピングは、こっこっそりやってますけども、あの、教えるほどじゃないですね、これはね。 うん、ただまあ、こういうふうな美味しい上下の触れが瞬間的に出たときは、張り付いてる私だからこそこれができるんですよ、ね。だって相場解説の動画撮ってる間にこれ進みますからね、これ。相場がぐーっと。だからこそできるわけなんですよ。 だから、あの、なんていうのかな、張り付いてらんない人はやらない方がいいと思います。私もだから張り付いてられるのは、山戸くんが起きてくる8時ちょっと過ぎまでなんで、えー、その間にね、何万円か稼いでるかなっていうところですね。で、こうやってスキャルピングをやると思えば、私はあの、週間足とかね、ああいうのもやってますから。 あの、一週間単位で決済するやつとか、一ヶ月単位で決済するとか、超長期トレンドっていうのも大きな資金入れてますからね。まあ、ですから、引き受けられるリスクのところだけやればいいと思いますし、あの、よくね、あの、エントリーするポイントを知りたがる人がいますけども、たくさんあるんですよ、私の場合は。専業ですからね、私はね。ですんで、これから FX 始めようかなとか、これから勝ちたいんだけどなって人とは、全然遠くのことを走ってますんで、あんまりね、ダイレクトに聞いても参考にならないかと思いますよね。で、私としては、まず1時間を攻略する。 することを、そして、えー、カースイム口を攻略することから順番に、えー、の FX オリガルフィで情報提供させていただいております。ですから簡単なところからやっていきましょう。